上げながら相馬です。マテウスが全速力で前を取る。さあマテウス速い。さあマテウス抜けた。マテウス名古屋先生はマテウスの個人技、優勝候補の呼び声もある名古屋がいきなり強烈な先制点です。マテウス見せてくれました。吉田のクロスが入ってくる。山崎こぼれてあって、ただマテウスないかもしれないですけど、マテウス、マテウス入ってきた。ボックス内クロスボール、ゴーサムシング、上がってきました。自分でいったこぼれのところ、マテウス、マテウスのシュート、直接入りました。3対2、これで分からなくなりました。強烈なシュートですね今の。マークがチャンス。さあ流れるような展開からマテウスシュート狙った。シュート狙ってきた。今日2点目、これで0対3。